どうもお疲れ様です、えー、今回のね舞姫大学特別講義は前回のナミさんの動画に関連してなんですよね前回のナミさんの動画は水着のプールでの撮影会は卑猥なんでしょうかっていうことで動画の方をいただきましたけども今回それに似たね、えー、話題でですね以前私の即果塾の塾生さんから頂いた,だいた、まあ、小話だったんですけども例えばね 小学生水着とかで検索すると、そのいろんなね、広告の、こう、モデルさんの原稿が出てくるんですよ。ご覧のように。まあ通常、スーパーのチラシとかが新聞の折り込みに入ってると思いますけども、例えばもう今ぐらいのね、5月とか6月の時期になると、その、そろそろ水着を買い替えませんかとかね、えー、お子さんのお水着がそろそろ必要なんじゃないですかってことでセールスがかかると思うんですよ。その際、こういうふうにモデルさんがね、 え、こう、来てらっしゃるのが出てくると思いますけども、じゃあこれは卑猥なんでしょうかっていうことなんですよね。以前のプールサイドで水着の撮影会があるのが、なんか悲哀だとかね、そこに未成年が出てるのがそう惜しくないってことになると、じゃあ、こういうふうなね、水泳教室とか、学校のプールの授業って全部卑猥なんですかってことになっちゃいますよね。やっぱり、そういったところって、 まあ撮影が入ったりも当然しますしね、卒業アルバムとか。こうやって広告なんて撮影のオンパレードじゃないですか。いや、これをね、卑猥っていう風に見る精神が、まあ男性から出てもしょうがないかなっていう部分はありますけども、女性からも出るんだと思ってね、ちょっとびっくり、びっくりというか、そこまで考えることはねえだろうと思ったんですけどね、どんどん窮屈になっていくような気がします。はい。例えばね、これとか水着の撮影会なんですよ。ちょっとクリックしてみましょうか。 これね、これ小学生のモデルさんですよ。いや、これに卑猥を感じますかね。なんかすごく、まあ、美しさは感じると思いますし、将来この人もモデル界でね、もう、すごく一億を担うんだろうなと思って、楽しみな気持ちはしますけども、特にこういうのを見て、いちいちね、男性がどうこう思わないですよ。思う人も当然いますよ。それは、全体の中でいるよっていう話で、じゃあ、みんながそういうふうな目で、 いいちいち水着の女性見てますかこれ <laughs> なんか夏っぽくていいなぐらいで終わりですよこういうのもねあナンパしたいなぐらい思うのはあると思いますよでもそれを持ったら卑猥なんですかねじゃあどうやったら男女の出会いがあるんですかってことになっちゃいますよやっぱりこうね魅力的に映る女性は女性で格好するし男性は男性でねまあそういった人に気に入られるような自分っていうのをこう作り続けるしみたいなことじゃないですかねうんまあ 世の中に男女ってものがいて、そこにね、一定の、いわゆる魅力ってものが存在するとしたら、いちいちそれはね、女性的な魅力を卑猥だって捉えなくてもいいんじゃないかな、という気がしますよ、うん。なんかこれどうですかねここに卑猥さを感じますかねなんか <laughs>。うん、なんかね、その感じ方は千差万別なんですけども、特定の考え方とか感じ方に対して、政治家が、 それをね止めるっていうのは完全なの検閲に当たるんじゃないかなと思いますし、そういった面でも、なんかいろいろと疑問が残ることでしたよね。はい、じゃあ今回は以上でございます。別に卑猥な気持ちには <laughs> ならないような気がするんですけども。まあなる方がいてもそれはしょうがないですけどもね。うーん。なんでしょうかね。はい、じゃあお疲れ様です。